男子学生が考える服最安コーディネート対決。どうも、吉野春樹と、もちろんレイ。僕たちね、今二十歳ということで、はい、ファッションに敏感な年頃だと思うんですよ。確かに、まあ確かにそうです、ね、見てください、彼を。変わりましたね。年少が始まった時の彼と今の彼、素晴らしい。マジで別人、ね。その垢抜けの要因としてね、洋服は結構関わってきてると思うんですよ。皆さんもそうだと思います。けど学生の身だからさ、そんなに自由に使えるお金がいっぱいあるわけじゃないじゃない。そうだね。そうなのよ。で、多分見てる皆さんもそうだと思うんですよ。そこで最安で全身コーデを揃えてみたら、この店がいいとか、このアイテムがいいとか、ちょっとわかんじゃないかなとか思ったり、確かに、ね、まあ、参考になるかなとも思ったし、うん、何より僕らが楽しそうだったんでっていう企画をレイが持ってきました。俺です。毎回で今回は、はい、僕とモッチとノセがそれぞれ自分が最安で組んだコーデと思うものを持ってきまして、はい、それをまあ着用して紹介してレイに審査員してもらってね。で、まあ最終的にはあのゲンジさんの DM にどうですかって送ろうかなと思ってます。なるほど、はい、というわけで今回は服最安コーディネート対決です。やっていきましょう。はい、誰からいきますか。はい自信ないや。早っ。正直いいっすか。はい、僕自信ないです。で見せたんですよ、母親に。おダサいよ。なんならもうね、家族全員に言われてる。妹にも。妹にも。うわー、マジか。切ない。マジお前センスないやん。それで1時間ぐらいバトルしました。バトル。じゃあここでもう決めようよ。うん、そうっすね。まあ、ちょっと変えました。 あまりにもダサいっていうもんだからちょっとその場しのぎあるんですけど、ちょっとね、うん、はい、ちょっと気が利きます。はい、はい、いや正直俺めちゃくちゃ自信あるよ。あ、そうなんだ。俺はね、値段の方とかで結構頑張った。これ買いました。自由でね、1200円。これいつかどっかのそのサブカルチャーでタグつけっぱなしが流行る気がする。あ、流行りそう。おい、俺のカバンに自由のタグつけんなよ。流行るから。おい、うぜぇ。安、急に。急になんか売り物みたいな。なんかめっちゃ GU っぽくなってたんだけど。自由だな。これ。カンゴールと あ、来たわ。事故りました。何事故って。いいっすか。入ってきて説明してもらって。はい、お願いします。まぁ、あ、ちょっと説明させていただきますと。先に。目つぶったままっすか。ちょっと弁解させてほしいんですよね、視聴者の皆様に、うん。今日ね、ズボンが手に入れたんですよ。うん、全身を着たコーデをね、見てないって。なるほどね。決め打ちで買いました。確かに。なんとね、すごいことが起きてしまいました。何、めっちゃ気になる。見たい。まあファッションかファッションじゃないかっていうところを、うん、まあちょっと皆さんに決めていただきたいなと思います。それでは目をお開けください。どうぞ。これ持ってなかった。これね、そうなんですよ。え、持ってるよね。持ってるよね。これ持ってます。え、同じやつ買った。いや、買ってない。買ってないです。えってことは上下だけってこと。そうです。え、あ、そういうこと。そういうことじゃ。どういうことですか。この中にね、うん、シャツを着てたんですよ。シャツオンシャツはダメだよって言われまして、これにしなさい。いや、絶対俺シャツオンシャツの方がいいと思う。俺もそう思うよ。待ってた俺。おい、やめろ。間違ってんぞお前。無理。やめてあげて。見てるからね、お母さんのせいで。バチバチ見てる。ごめんなさい。ダメだよ。ごめんなさい。ちなみにいくらですか。ちなみにこれ全身で6000円です。おお、全身っていうのは、あ、こことアウターと2着で6000円。2着で6000円か。買い物やんけお前。まあ、ちなみに、うん、ここは自由です。まあ自由代表ということで、とりあえず僕はこんな感じです。はい、なるほど。俺いきます。どうぞ。はい、いやー、悲しいわ。ちょっとこれ予想以上に合わないっていう。そうだね、セットアップミスって感じだね。ね、はい、くるいいですか。はい、あー、まあいいや、いきます。目を上げてください。はい。おー、 ちょっと、ね、おしゃれ。え、めっちゃいいじゃん。これのね、巻き方が分かんなかったしっていうなら、これがちょっと下手くそ。いいじゃん、すごい。いいよ。え、スヌード全然いいと思う。めっちゃいいですか。いいね、かわいい。かわいいよ。でね、ちょっとね、注目してほしいポイントがあるんですけど、うん、古着で、これがね、3期で買ったんですよ。でね、ちょっとね、後ろがね、うん、こういう感じなの。この安っぽい感じ。なるほどね。そう、これをまあ、これで隠して、うん、安さを隠して。いいね。で、これダイソーで買いました。マジ。これめっちゃいい。え、ダイソー、これいくらそれ。ちなみに500円です。あ、でも安っ。コートが1600円。安っ。
このスウェットが768円、安い。でこのパンツ459円、安い。やば、安い。で550円、うん、合計3379円。うわ、え、やばやっば、めっちゃ安いっす。やばこれ、やばいぞ、これより安い。確かに。え、どこの古着屋行った、名前言えるところ。ブックオフです。あ、はい、ブックオフいいな。ちょっといいですか、いいです。強いて言いたいところが一個あって、はい、コートの丈感。あ、そうなのよ、ちょっとね、短い、うん、これはデート行けるもんな、これいいね、うん、いろいろ回って本当にすごい、バカ安くすんだよ、すごい、あ、本当にすごいよ、これは。僕いいですか、はい、工場長、お前、うわ、マジで、うわ、うわ、お前マジダッサ。これで言わんといて、やばい、お前言わんといて、俺は辛いんだよ今日、今日が今日が今日がマジで辛い、今日が辛い。はい、ユニットユニット、こういうチャゲアンダスクやそう、 OK、 準備できました。はい、はい、気になるのは自信満々だったからな、自信満々なんだよ、そうなの。いや、正直自信満々だった。え、モッチが、モッチの見てやばいかもしれない。じゃあ僕のコーデこちらです、どうぞ。おー、そうだね、かわいい、かわいいじゃん、いいじゃん。で、ポイントがありまして、うん、おー、え、パンツ？オールドスクール、すげー、え、すごっ、込みです。高くない結構、ね、先に金額言います。はい、グッズまで、まさかの、すごい、合計金額が4,730円。安い、安い。これ入れて、それ入れて、これ入れてです。安いよ、5000円切りました。それは安い、マジで。まずこのね、靴、多分これが一番皆さんびっくりしてると思うんだけど、うん、1600円。安っ、古着のね、なんで、まあ、状態もまあそこそこの感じの、ね、え、なんで安すぎない、なんでだろうね。ちなみにあのセカンドストリートです、全部中は別に着てるんですけど、首元だけ欲しくて、うん、タートルネック買って、でトップスのスウェット買って、うん、パンツはなんかコーデュロイのパンツ買ったんですけど、全部900円です。すごいな、靴込みっていうの、靴込みでかいね。ここがポイントです、個人的に、うん、ここだけのために900円払ったのに5000切ってるっていうところが個人的なお気に入りポイント。いい、普通にすごい、ありがとうございます。安さ5点、おしゃれ度5点満点、はいはい、合計10点満点。おお、まあそうだよね、ファッションに敏感じゃない人ってそもそもお店をあんまり知らないっていうのもあるよね。そうですね、僕はもう GU しか知らないです、ね、もう他に店知らないですどんどん喋って結果出ました。はい、まあ2位からの発表、ダメだ、3位から、そうだ、うん、3位からじゃあ発表しますか、ね、まあ、3位にはね入ってないと思う。安さ1点。え1点、おしゃれ度1点。どれ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 。3位はのせ、意外だ、意外だ、おい、全身コーデだぞ。全身コーデじゃないよ、やってないのよ、お前さ、嘘なんだよ、一人だけ上裸だよ、上裸に脱げよ、それもう確かに脱がなきゃダメだよ、脱がなきゃ、違う、おかしいね、こいつら頑張ってんだよ、シムツ入れちゃってる、脱いだら変わる、高いじゃんけ、こっちの方がいいし、なんかこっちが色味といい、色味落ち着いたし、範囲はもうデートでこれ着て来られたら最悪っていうちょっとやだよね、なんかね、うん、10点満点中2点、赤点じゃん、赤点です、お前、もうここだよ、俺らの勝負だから、ここなのよ、正直勝つ要素も負ける要素もあると思ってます、ある、全然ある。1位を、1位、1位の点数、はい、安さ5点満点中5点。うわー、安っ、いや、わかんない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 、その単体だったら安いけど、そ、ね、このコーデで見て安い可能性もあるから、そう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 、大丈夫。おしゃれ度5点満点中4点。おー、高いな。優勝者、モッチーしよー、9点、モッチ来ましたー、これは悔しいねー。この名称のオシャレ王がこの俺になる時が来るとは思わなかった。その、ハルキ、あちなみハルキの点数が、はい、まあ、安さ4点、オシャレ度4点。あーねー、1点。オシャレ度は変わんない、安さだ。オシャレ度一緒かー。まあ、やっぱりこのコートで、そうだよね。どうしてもね、雰囲気変わってくるしね。オシャレ度よ。そう。オシャレ、なんかやっぱオシャレ、あれじゃない、100人に聞いたら多分ね、モッチの方が多いと思うんだよね。あー、どっちが好きですかっていうね、ハルキのもめっちゃいいんだけど、確かに好き嫌い分かれちゃうの、俺が好きなだけだもんな、言ったらな、うん、